どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ということで今年もね2022年、よろしくおめでとう、よろしくおめでとう、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。今混ざっちゃった。はい、今日はですねちょっとね皆さん面白いお知らせをちょっと今日したいと思います。2022年にが始まりましてですね、今年はですね皆さんの街に会いに行けるようにちょっとねガズレレと、このウクレレ、このウクレレを作ってるチーム G ラボでちょっと考えておることがございましてですね、今日はちょっとそのことについてまず第1回目のお知らせということでシェアさせていただきたいと思うんですけど、ガズレレと G ラボこの関係性で、僕がガズレレやっててレッスン動画を公開するこのウクレレはね G ラボというチームでこう開発して製造販売してもじゃくんとか、G ラボ代表の上田さんとかチームメンバーで動いているんですけど、今度ねこれ2つのチームでですね、軽トラで全国あっちこっち行ったりすることを始めようかなということでございます。パートナーのその G ラボ代表上田氏がですね、なんと面白い動画を、送ってきてくれたんで、ちょっとこの後動画貼り付けます。そしてまたここに戻ってくるんでね、ひとまずちょっとその動画見てください。どうぞ。皆さん、明けましておめでとうございます。ですね、今日はですね、G ラボの方から、皆さんにですね、ご報告がありまして、ご連絡というかですね、動画の方を撮らせていただいております。何かというとですね、今年G ラボの方はですね、ガズレレと一緒に、全国を回るようなこうイベントをやろうと思ってまして、それでですね、実は、ちょっとこちら左右、見ていただくとですね、2台、軽トラがあるかと思うんですけども、はい、こちらをですね、G ラボ用にこうカスタムして、全国をですね、回ってみようかなというふうに思ってます。でちょっとまあ非常に派手な配色ではあるんですけども、これをですねかっこよく、ガズレレっぽくというかですね、まあ、G ラボっぽく、カスタムしていきまして、今後ですね、皆さんのこう街に回っていけるといいなというふうに思ってます。で今後ですね、そうした活動に関しても、ガズさんの方の YouTube とかですね、また私のこうブログやっておりますので、ブログの方でですねどんなことを企画してやっていくのかとか、今ですねこのカスタムがどうなってますよとかですね、そういったお話を、今後やっていけたらいいなというふうに思ってます。ですのでですねちょっと お楽しみにしていただいて、お待ちいただければいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。見ました、あの軽トラに、ホロみたいなものをつけて、あそこにウクレレを山積みして、皆さんにこう弾いてもらったりとか、まあ、いろんな他にもグッズとかを持って、どっかこう、日本全国つつうらうら、行けたらいいなというふうに考えております。軽トラもどんどんカスタムしていく予定にしてるんですよ。カスタムもなんかすごいことになりそうだ予感がプンプンしてるんですけど、そんなことをちょっとやっていこうと思うんですが、まあ、でも一個やっぱり気になるのは、またコロちゃんのね、例の、なんだ、おみちゃんのやつがあるんで、ちょっとまだ今の段階で何か残してことはないんですけど、でもそれができるようにちょっと今からこうゆっくりと段取りをしているということでございます。あとスケジュールとかそういうこともいろいろ考えながら、やっていこうと思うんですけれども、まあこれでですねもうコロナで全然みんなのところに会いにリアルイベントとか、会える機会というのはなかったんで、2022年はなんとかねなんか面白い形で皆さんとこうお会いできるような形を取れればなというふうに思ってます。でこの軽トラで、ガズレレがみんなの街に行くよう企画みたいな感じで、ちょっとそれまでのストーリーも YouTube とか、さっきの動画の中でも上田さんもおっしゃられてましたけど、上田さんもですね、ザ・ミッションというブログを書いてます。このザ・ミッションってブログはですねどこから見られるかというと、ガズレレ公式ホームページのトップページにこのバナーが貼ってあります。このねブログもめちゃくちゃ面白いですから、このね G ラボウクレレの会話初秘話みたいなのもねてんこ盛りで、なんとこのブログでですね、日本のビジネスブログランキングで5位までたどり着いたことがあるすごいブログになってます。はい、ガズさんのブログも合わせて見てもらいたいんですけど、ガズのブログも公式ホームページの方に載っていたりとかします。はい、そういうわけで今日はね年始にねちょっとで面白いインパクトになるこのお知らせ動画になったと思うんですけど、軽トラで皆さんの街に行くかもしれないよというお知らせ第1弾でございました。
はい、あっちからこっちから音楽楽しんで笑顔を増やして楽しい世の中にしようみたいな感じでやってるです。皆さんね、本当にモリモリ音楽楽しんでいただいていたいなと思います。はい、それじゃあ、日々風レッスン動画も撮っていきますので、皆さん楽しく音楽していきましょう。さよなら、バイバイ。